モントルイ・ユベレは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーイヌロイワール県のコミューン。トゥエ川ソミューロワ地方、ロワール川南部に位置する、アンジューのコミューンである。県の南東端に位置し、ビエンヌ県及びドゥセーブル県と接している。トゥエ川が流れ、ロワール・アンジュー・トゥーレーヌ地域圏自然公園の中心にあたる。ソミュール、トゥアール、 ルダンから約2 5トルの距離にある。フランス革命時代、地名は、モントルイュイコールルイコールトゥエに改名させられていた。収容所あと小さな修道士たちの集落が、おそらく現在の街の基礎である。この集落が、トゥエ川の関の近くに11世紀に存在したことが、証明されている。レノビと呼ばれ、1097年から1103年の、 間に建てられたサンニコラ招集動員のそばに、教区教会であるサンピエール教会が建てられたのは、そのすぐ、後である。1026年頃、アンジュ博古く三世はこの地の高地に、ドンジョンを建設し、領地を、家臣のベルレに託し、これが高貴な未来の都市の芽吹きとなった。1109年、古く五世はアンジュを呼び、メーヌ博となった。彼は、 反乱を起こした家臣を鎮圧し、1124年に、モントル・ユベレを含む複数の城を手中に収めた。数年後、アンジュの男爵らによって起こされた反乱が、平定された。1148年以降の数年間、モントル・ユベレを陥落させるため、ジョフロは四世によって、包囲された。ベルレ家は、主君と対立を数回繰り返しながら、1217年まで、 領地を保持し続けた。二世紀にわたって新たな家系が定住した。ムランタンカルビル家、そしてアルクール家である。アルクール家は町に好ましい強い痕跡、城や防衛を強化した壁を残した。モントルイ・ユベルは、アンシャンレジーム時代の安住に32箇所あった、閉鎖都市の一つであった。城壁都市は現在でも均質な姿を残しており、15世紀。 以後の変化はごくわずかである。アンシャンレジーム時代のモントル・イユベレは57の教区を束ねるエレクションの中心であった。他のアンジュの町と同様にトゥールのジェネラリテに属し、司法はソミュールのセネシャル管区に、宗教上はボワティエの司教区に属していた。18世紀半ばから商業の繁栄は加工した。フランス革命の間に、 行政の中心がソミュールに移ると、商業、経済、行政上の重要性は薄れ、1790年以降は単なるお好利状、所在地となった。1793年6月8日、バンデ戦争でバンデ軍に一時的に占領され、自由の木が倒されている。1841年にアンジェとソミュールをつなぐ道路が開通し、 1885年にポワティエまでの道が開通しても19世紀後半まで都市が城壁の外側に拡張することはなかった。19世紀以降鉄道網が発達してパリへ向かう定期路線と接続された。また第二次世界大戦まではトラム路線がアルジャントニイコールシャ島を経由してブレシュイールまで通っていた。 1941年11月8日から1945年1月16日まで、モントルイ・ユベレに、無宿人、ロマのようなルローミンを収容する収容所が設置された。収容者は、全体的に、マヌーシュ、ジプシー、ロマ、シンティ、チガーヌと呼ばれる人々だった。この収容者はもともと1940年6月21日に、 ドイツ軍によって建設された、保養収容所スタラグを基礎としていたが、その後ビシー政府が運営した。2010年7月、すべてが消え失せるのを防ぎ、高級的な記録とすべく、収容所の廃墟は歴史文化財に登録された。1968年1月1日、隣接するコミューン、メロンと合併した。参照元、 1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。1999年までイヘス、カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。